皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。先日 JR 旅客6社の決算から各社の財政事情についての解説を行いましたが、 JR 貨物はどうなっているのかというご意見を頂戴いたしました。実のところ JR6 社の動画作成時、 JR 貨物の決算が公表されていなかったため動画に含めることができませんでしたが、先週末その資料が公表されましたので、今回の動画ではその資料をご覧いただきながら JR 貨物が現在置かれている状況についてお話をさせていただきます。それでは早速資料を見ていきましょう。こちらは不動産業などを含むグループ全体の連結成績と JR 貨物の単体成績となっております。まず連結経営成績では営業利益として14億円の黒字ですので、2021年単年度の業績としては黒字ということになります。しかし1年前は25億円の黒字でしたので、かなり業績が落ちています。借入金の利息支払いなどを含めた経常利益でも2億円の黒字を計上しておりますが、これらも1年前は14億円でしたので、黒字を確保したとはいえかなり業績が落ちています。そして JR 貨物単体の業績を見ると今期は4億円の赤字、1年前は10億円の黒字でしたので、本業で収益が出せなかった厳しい1年となりました。これらの経営成績について増加の原因としては、ブロックトレイン運行開始などによる積み合わせ貨物の増装、東京レールゲートウエストの本格稼働などが挙げられています。ブロックトレインとは性能運輸や福山通運など特定の事業者向けの列車で、平たく言えば専用列車です。以前 JR 貨物は専用列車の呼び名を使っておりましたが、昨年からブロックトレインという呼び名で統一しています。ブロックトレインには編成すべてではなく車両ごとの買い切りもあり、これが積み合わせ貨物と呼ばれています。宅配需要の拡大を受けて積み合わせ貨物の引き合いが非常に堅調だった1年となりました。東京レールゲートウエストは東京貨物ターミナル駅に隣接したテナント型の物流施設であり、 JR 貨物の今後を担うべき非常に重要な存在です。そして減少の原因としては自然災害の多発、コロナによる食料工業品の減少、半導体不足による自動車部品の輸送の減少、北海道干ばつによる農産品の減少、子会社の収益認識基準による減少とされています。収益認識基準については会計処理の問題ですので、ここでは割愛し、減少の直接的な理由のみ見ていきたいと思います。まず自然災害については、7月の豪雨で山陽本線が被災し、8月の豪雨では中央本線が被災したため、貨物列車の運行に大きな支障が生じました。食料工業品の減少については、外食産業、ホテル業など緊急事態宣言やまん延防止策による業績が低迷したことが大きな理由とされています。半導体不足については報道などでもよく知られている通りです。そして北海道では少雨と高温により農作物の生育に大きな影響を及ぼしました。その他営業費用の増加として車両の修繕費も挙げられています。単体経営成績では営業利益4億円の赤字、これは自然災害やコロナによる影響ということになり、2021年度の日本経済の縮図とも言えます。次にセグメント別の状況を見てみましょう。鉄道ロジスティック事業、つまり JR 貨物の本業ということになりますが、災害やコロナの影響を受けつつも積み合わせ貨物や東京レールゲートウエストにより営業収益は1年前に比べ10億円の増、ただし先ほども触れたように車両の修繕費などにより営業利益では赤字が1年前よりも13億円増え、92億円の赤字となっています。不動産業では205億円の収益に対し102億円の黒字、こちらは昨年とほとんど変わらず非常に手堅い事業となっています。その他事業については会計処理によるものが大きいので割愛いたします。そして JR 貨物本業単体での事業別状況です。まず鉄道事業ですが、これは貨物列車の運行に関わる部分で JR 貨物の事業の根幹をなすものですが、営業収益1347億円に対し営業費用が1454億円で107億円の赤字となっています。昨年が90億円の赤字でしたから、さらに赤字が拡大していることになります。一方で関連事業については営業収益166億円に対し営業費用63億円で103億円の黒字となっています。
この鉄道本業の赤字については、コロナ以前の2019年度の成績が25億円の赤字でした。赤字額がかなり今よりも小さかったとはいえ、そもそも貨物列車運行の本業で利益を生み出すことができる収益構造になっていないことが非常に大きな問題です。しかもこれはアボイダブルコストルールによって非常に安価な線路使用料という恩恵を受けての業績ですので、仮に適正な線路使用料を支払った場合、事業として成立しないレベルになることは間違いありません。関連事業については東京レールゲートウエストなどによるところが大きいのですが、 JR 貨物の単体事業に含まれているとはいえ、業種としては関連事業の不動産業に近いものです。旅客と貨物、同じ鉄道でも運んでいるものは異なりますが、鉄道事業での利益拡大が非常に難しく、不動産業など関連事業を伸ばすという点では JR 北海道、JR 九州、JR 貨物と状況は非常に似通っていると言えます。次に、直接的な収支ではありませんが、品目別の輸送実績もご紹介しておきましょう。まず全体として昨年度に比べ 1.3% 減となっています。これをコロナ前の一昨年度の業績と比べますと、一昨年度は輸送量が2954万2000トンでしたので、そこから約 10% ほどの減少となっており、日本経済全体の停滞が現れています。品目別に見ると大きく増えたものとしては、積み合わせ貨物の 6.2%、 車扱いのその他項目で 11.7% 増となっています。車扱いとはコンテナ車両ではない専用貨車によるもので、このその他の項目では炭酸カルシウムなどが増えた品目とされています。これら以外では残念ながら目立って増えたものはありません。逆に減ったものとしては、農産品の 9.1% 減、自動車部品の 16.3% 減、そしてエコ関連物資の 20.5% 減となっています。エコ関連物資は増加傾向にあったのですが、今年度なぜここまで減少したのかは特に言及されておらず不明です。決算については以上となりますが、 JR 貨物の今後の取り組みについても非常に興味深いので簡単に触れておきたいと思います。まず昨年発生した山陽本線脱線事故について、原因は積み荷の偏りによるものでしたが、同様の事故がかつて江差線でも発生しており、その改善措置を講じるよう国から指導を受けています。次に、トラック船舶による代行輸送力の増強とあり、代行トラック用の夜間駐車場の事前確保や定期船、チャーター船の利用拡大が挙げられています。これは災害で一部路線が不通になることを想定しての取り組みということになります。またこうしたトラックや船舶の代行輸送力拡大ということは、鉄道の代替ルート利用を否定した形となっていることも見逃せません。北海道新幹線の並行在来線問題では、 JR 貨物が長万部小樽の代替ルートを否定したこともあり、今後鉄道路線の損廃問題が発生した際、貨物列車の代替ルートとして維持すべきという論理が通ることはまずないと考えた方が良いでしょう。次に、 EH500 形式機関車の日本海縦貫線への対応です。先日東北で地震が発生したこともあり、東北本線から上越、羽越本線経由に迂回するケースを考えたものではないかと思います。また逆に、大雪や強風などにより逆のケースも考えられます。車両の汎用性向上、乗務員の確保といったところが対応策として考えられています。次のページでは、総合物流の推進が掲げられています。先ほども触れましたように、貨物列車の運行だけでは利益を生み出すことが非常に難しい状況となっています。東京レールゲートウエストのような物流施設を各地に建設し、鉄道外事業の拡大が必須となっています。具体的には、東京レールゲートイースト、DPL 札幌レールゲートの建設が挙げられています。また非常に堅調なブロックトレインの拡充も、収益を安定させる意味で非常に重要な施策となっています。そしてこちら、大変小さな一文ではありますが、貨物新幹線構想の具体化に向けて検討も含まれています。もちろん貨物新幹線については現時点で何も決まっていませんし、実現には数多くの問題がありますが、災害に強い新幹線路線で貨物列車の運行が可能になれば、高速かつ安定した物流が可能になることは間違いありません。その他、不動産事業として賃貸マンションや分譲マンションの建設、植物工場への取り組みや、対インドなど海外事業の展開も進められており、経営の多角化が推進されています。
ということで、 JR 貨物の決算から見る現状、今後の展開についての解説でございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。